中之条町指定史跡道路原表、昭和63年3月26日指定、大正8年1919年に道路法が定められ、国道、府県道、市町村道の名前が付けられました。この時に道路原表を各市町村に一つを建てることに決め、これを起点として各市町村との距離を測りました。大正11年1922年には、一つ道路原表は石材その他耐久性の材料を作って作ること、一つ道路原表は道路に向かうよう道端に建てること、一つ特別な理由、費用がないなどがあるときは石材などを使わなくてよいなどのことが定められ建てられたものです。このようなことから、吾妻郡の各町村では木材で建てられたので、郡内には中之条町道路原表一つだけが残されたと言われています。当時の群馬県は206町村でした。現在残されているものは、昭和40年1965年頃の群馬県土木部の調査によると47基が確認されており、その中には再建されたものもあるといいます。これらも道路改修などによってなくなる可能性は多分にあります。この道路原表は県下にあるものも含めて道路交通史上極めて大切なものです。なるほど、まあ確かに木で作られると、まあほとんど残らないでしょうね。まあ郡内で中之条町だけ石で作ったんで、まあかろうじて一つ、まあこの目の前にありますけどね。こちらですね、まあ正面を、まあ、道路に向けてみたいな、そんな感じですね。中之条町道路原表、まあ、そのように書かれています。そして上の部分がまあへこんでるみたいな、こんな感じですね。面白いですね。まあここ中之条の警察署、こういった日の宮蔵、まあ藩章っていうの、こういった場所に、中之条町の道路原表がありました。しようかな、一箇所寄りますかね。かぼちゃが置いてある。あ
いよいよハロウィンが近づきましたかね。でも何気なくあのジャックオランタンっていう、まあ、お化けかぼちゃみたいなのが、まあ、ありますけど、いざ作るとなると難しいかもしれませんよね。綺麗にくり抜かなくちゃならないからね、中を。まあ、大きければ大きいほど、まあ、容量っていうか容積がたくさんあるから。国道の145号線ですね。ヤグラ。いるのは中之条ガーデンズっていう、まあ、花の駅ですね。あの花の駅のスタンプラリーもまだ3つなのかな。あ、3つはまだ2つかな。2つぐらいしか押してないからなかなか大変ですよね。右へ行くとね、まあ、倉淵の方へ行きます。
ダム水源地対策事務所、そんな事務所があるんだね。ガーデンズ食品伊勢宮ですね。施設ですね。ガーデンズ。城町は、まあ、観光で成り立ってるみたいな、まあ、そんな気がしますけど、まあ、説明板もきちんとしてますね。まあ、案内板っていうかな。今度はね、沢田農協って言ったかな、まあ、その、まあ、直売所みたいなのがあったら、農協職業安定所だって、文化会館。
バイテック文化ホール。彼女ガーデンズ。温泉ポケット9キロだった。四万温泉は遠いよね。沢田農協。ひなやま久比公園。豪雪ですね。危なかったね。見落とすとこだった道なり 1.5 キロ。なんか情報によると、まあ、年度が変わると有料になりそうな、まあ、そんな中之条ガーデンズですね。だったらいいかなと思ったんだけど、4つ目かな。まあ5つ目ごとに何か記念品みたいなものが出るらしいんで、まあ、ここの記念品がいいかなと思ったんだけど、伝統の使用量のメーターを書いてますね。すごいね。ああいったお仕事もあるんだね。ガーデンズは直進ですね。左側はトウモロコシ。これは白い葉ですかね。
左側はリンゴですかね。まだ色が青いですね。はい、到着しましたよ。まだ先の方がいいかな。ここは赤いね。はい、今のところは城ガーデンズですね。まあ、真新しいね看板がかかってます。まあ、名前がね、まあ、美濃原から、まあ、ガーデンズに変わったのはね、まあ、そんなに、まあ、昔じゃないんですけど、今ローズガーデンフェアやってるんですね。そうだな。ここが福寿館っていうのかな。定休日だって。うん、来春に向けての工事中なんですね。来春の春オープン。これね、オープンするともう有料化するのかなみたいな、まあ、そんな気がしますね。花の駅のスタンプラリーなんですけどね、どこですかね。あそこら辺かもしれないですけど、まあ、あそこまで行く前にちょっと福寿館、そちらがちょっと怪しいので、まあ、そこをちょっと行ってきますね。